さて皆様、正面スタンド前ご注目いただけますでしょうか。登場していますのは日本代表公式マスコットのガンメロン、カラッペです。キリングループの日本サッカー協会はこのカラッペカラーの呼びかけのもと、日本代表の試合会場で地球に優しいこと、環境への取り組みを行っています。また会場で使用されています紙コップはスタジアムから自然工事へ送られ、トイレットペーパーなどに生まれ変わります。会場内には紙コップ専用燃えるゴミ、燃えるゴミ、瓶、缶、ペットボトルのゴミ箱が設置されています。ぜひ皆様分別にご協力ください。また飲み残しのボックスも設置いたしております。ドリンクの飲み残しはそちらにお入れいただき、紙コップは専用のゴミ箱へ通していただきますようお願いいたします。ぜひ皆様身近にできることから始めてください。日本サッカー協会からお願いです。ご来場者全員がクリーンサポーターというスローガンのほど、ゴミは座席に残さず、お近くのゴミ箱へ押していただくか、お持ち帰りをいただきますよう、皆様、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。幸せな森を目指してきました。全ては子どもたちの豊かな感性を育む。